皆さんこんにちは、超ウルトラスペシャルデラックスデリシャスダブルハンマーです。本日も堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。4月22日、本日も堀口くん周りの出来事について超ざっくり簡単にまとめていきたいと思います。ではいく。昨日21日の夜から22日にかけて、堀口くんはまたまた他者への危害を匂わせるようなポストをしていました。しかし数時間も経たないうちにケロッとロシア、ウクライナ情勢に対するポストを始めたりしています。情緒がジェットコースターなんよ。先ほどまで打つ手がなくて頭を抱えるとか言ってませんでしたって。ちょうど今日、私が別の場所で耳にした会話で心が折れてしまった時、一文字も文章が打てなくなってしまうという話がありました。その一文、一語でうまくいかなくなるのではないか、否定されるのではないかと落ち込んでしまった人の話です。堀口くんはよほど強い精神をお持ちなんですね。ボロボロくちゃくちゃとは言いますが、すぐに X で元気に対応を始めてしまうのですから。そんな堀口くんに対して、ひまそらさんも言及を追加していきます。マジレスすると堀口くんは、昨日も横浜パレスにいますよ。脅迫文書いてた昨日、加賀町警察の警官が確認したそうですから。22日の21時現在、堀口くんが昨晩投稿した、自分や他人に危害を与えるのではないかという内容のポストは削除されていました。しかし削除されたからといって、なかったことにはなりません。ひまそらさんはすでに、堀口くんのお宅が管轄という加賀町警察署に通報していたようです。ちなみに僕はまだ、コラボの刑事告訴以外で警察から被疑者側で呼ばれたことはないです。堀口くんの件で警察署に行ったことならあります。被害者側ね。マンゴーさんがして欲しそうだから加賀町警察に電話して通報したんですけど、堀口の件なら担当赤坂署なんで赤坂にかけてくださいって言われて爆笑した。この意味わかるか？これはおそらく堀口くんの住む地域の管轄の警察署ではなく、赤坂の警察署に担当ができているということなので、ひまそらさんからの訴えによって堀口くんに関する何かが赤坂署で動いているということでしょうか。私も詳しくないので確信はありませんが、そんな雰囲気を感じます。そして本日22日ウルトラスペシャルライブをやるとひまそらさんは発表します。過去最大の衝撃、何度目からしいので、みんなもじもじしながら待っていました。ライブの内容を要約します。ライブにはなるくんも参加し、穏やかに始まります。まずは発表される件について堀口くんは知っているのかどうか。ひまそらさんはこれを木曜日に知り、金曜日には発表できる状況でした。その時点ではまだ堀口くんも知らないかもしれないから、寝かせた方がいいネタだと考えていたそうです。でもなんかムラっときて、ノリがええな。いや、ひまそらさんの勘はバカにできません。この判断がどうつながっていくか、今後にも注目ですね。そしてこの件を堀口くんが知ったらどうなるか。ひまそらさんとなるくんの予想としては、1夜泣き、2黙る、3ガトツ、4新技。新技はササパンダ。そしてもったいぶるものでもないとスペシャルな内容が発表されます。それではいきます。3、2、1、堀口くんのカンパ口座が差し押さえされました。これは確かに過去最大で画面大草原。ひまそらさんが債権差し押さえ命令の書面を画面に表示します。事件番号などがマスクされているため、なんで差し押さえたのかと思いましたが、ひまそらさんより OB には行っていいと許可を取っていると発言がありました。つまり学習院仮処分1の間接強制金をある程度貯まった分強制執行したということなのでしょう。ちなみにひまそらさん側は、横浜関西の裁判費用の件で4800円を払う際に強制執行されないようにきちんと対処していたとのことです。強制執行停止決定という書面を画面に表示していました。きちんと支払う意思を見せていれば、こういうこと差し押さえにはならなかったということですね。堀口くんは自分で起こして内容が分かっている送達だけ死者の生間弁護士を派遣して受け取っており、他の送達は受け取ってない状態なのだそうです。それで支払う必要のあるお金の件や強制執行などについての必要な送達を受け取っておらず、差し押さえされるまで気づかなかったようです。23日まで何も来ないと安心していたのかな。ひまそらさんとなるくん、ライブ視聴者の乾杯が響き渡ります。ちなみに口座を差し押さえされた場合、差し押さえの金額より高いお金が口座にあると、差し引きでいくらの請求だったのかがわかります。しかし口座の金額が請求より少ない、足りない状態だと、残高がゼロになっていくらの差し押さえだったのかがわかりません。いくらで差し押さえだったのか、ひまそらさんは教えないと宣言しています。
自分で送達受け取って確認しろ。堀口くんが口座からお金を抜いていると、今回の差し押さえでお金はあまり取れなかったかもしれませんが、その分の請求額は残ってしまいます。あとカンパ口座ですので、この時点でカンパ金が口座に入っていた場合、そのお金が引かれちゃいますね。堀口くんは自分の損害賠償請求にかかる費用としてカンパを集めていますので、学習院の裁判で取られたお金に使ってはいけません。ちゃんと引かれた分は自分のポケットマネーで補填するんだぞ、ヒデトシ。また私も詳しくは知りませんが、こういう支払いは遅れるとちょっとずつ割増になっていくものです。堀口くん、早く払わないと、より多く払わないといけなくなってしまうかもしれませんよ。とりあえず堀口くん、ライブを見ていたら通帳を記帳して口座を確認しましょう。残高がゼロになっていたら、いくらか請求が残っているかもしれませんよ。あと堀口くんは現在も余裕で2桁の送達が溜まっているらしいです。いや受け取れ、マジで受け取れ。逃げとくは許さないってどの口で言うとんねん。キングスタンダードにも程があるわ。ひまそらさん曰く、結構やばい内容のものがいっぱいあるそうです。今回の差し押さえも普通にちゃんと送達を受け取ってすぐに払っていれば強制執行にはならないので、不意打ちなどはできません。カンパ口座でなく、堀口くんのポケットマネーから支払いを済ませておけばややこしいことにもなりませんでした。堀口くんが無視していたから自業自爆で差し押さえが炸裂したということです。やはり堀口くんは自分の振る舞いで自分自身を苦しめているように思えます。少しは人の話を聞いて、ついてくれる弁護士さんともちゃんと話して、いろいろと対応した方がいいと思いますよ。あ、でも学習院告発サイトの件は弁護士さん対応してくれないんでしたって、河合長。さて、これを知った堀口くんはどう反応するのでしょうか。逃げろモニター。そして翌日、23日に迫った学習院仮処分にの期日で、さらに1日5万円が上乗せされてしまうのか、書面はできたのか。明日以降も情報があればまとめていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今回は以上となります。最後にお知らせのコーナーです。ダブルハンマーに何か質問などはありませんでしょうか。そんな時に活躍するのがこちらオフィスです。質問に限らず、好きな漫画やゲームの話題、動画への要望、取り扱ってほしい話題など何でも募集しています。いただいたお布施には動画にてお返事を行いたいと思いますので、何か思いつきましたらぜひご利用ください。お布施は最低100円から1文字2円で送ることができます。赤切れ屋さんのところのように下ネタやきちり開放場所になってしまうと動画の品性が下がってしまいますので、できれば手加減していただけると幸いです。こっそりとダブルハンマーも他の配信者さんにお布施していることもありますので、よければ探してみてください。読み上げられて反応をもらえるとやっぱり嬉しいものですね。それでは今日はこの辺りで失礼します。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。デストリナーズダブルハンマー、最後までご視聴いただきありがとうございました。